梅もどきとは、餅の木か餅の貴族の落葉低木。和苗の由来は、葉の形が、梅の葉に似ていることからこの名がある。和苗梅もどきは、葉が、梅の葉に似ていることや花も梅に似ている頃に由来する。別名が、大葉梅もどき。花や実が、白色に品種を、白梅もどきという。11月8日の誕生下である。中国と日本の本州。 四国、九州の落葉紅葉樹林内に分布する。広島県では、木々高原から、中国山地の湿原や湿った林下に分布する。表六甲の中原から、裏六甲にかけて、広い範囲に点々と分布している。熊本県阿蘇郡の旧阿蘇町の町の木であった。山形県で、レッドリストの絶滅寸前、千葉県で気球種の指定を受けている種である。 山中の湿地に自生している。また人の手によって植栽され、庭などにもよく見られる。落葉紅葉樹の低木で、木の高さは2から3メートルになる。私有一種である。樹皮は、肺褐色をしており、滑らかで皮目が多くよく目立つ。一年枝は、暗褐色で細く、単毛を密に生やす。側死は、単枝化しやすい。 葉は五生し長さ3から8センチメートル幅1.5から3センチメートルの楕円型で先端が尖り、葉円は細かい挙子形状である。葉の裏に毛がある。開花時期は5から7月で、泡紫色の花を葉の付け根に咲かせる。果実は9月頃から赤く熟し12月頃に、落葉しても枝に残っている。このため落葉後の赤い実が目立つ。 小鳥が好んでこの果実を食べる。トウガは枝に即ガが 5cm、蝶賀、即ともに、長さ約1ト、mm、ルと、かなり小さく、ガリに4から8枚に包まれている。即ガの根元には、果実がよく残る。トウガのそばにある羊根は、半円形で、イカンタバコンが1個ある。庭木や、公園樹によく植えられ、鉢植え、盆栽、生け花に使われるが、の対象は、 花より赤い果実であり、冬場の庭の彩りに使われる。餅の貴族には多数の種があり、日本には以下の禁煙種などが分布している。ありがとうございます。